じゃあこんにちは。はい、豊田さん、はい、阪神の若手争いが熾烈です。首脳陣としては悩むんだよね。どっち使おうかな。これは幸せな悩みなんだけどさ。はい、そうです。難しいな。はい、というわけで今日はですね、はい、阪神の森下選手と井上康太選手、はい、ピックアップです。なぜかというと、井上康太選手なんとキャンプで MVP に選ばれました。いや、いいもん。はい、長打力でアピール。去年かな、見た時に、はい、これはダメだと思ったんだよ。それはこれはね、自分の特徴である長打がもう出ないようなバッティング、確率ばっかり気にしてバッティングしてたんだけど、はい、やっぱ岡田監督になって秋、はい、まあ里輝と一緒だよ、うん、そんな猫パンチしてるようじゃダメだって言われて、多分ちょっと変えたと思うんだよね、はい、変えたことが素晴らしくなってたね。それがこのキャンプで結果につながってるっていう。綺麗なホームラン打つよ。うーん、男前やしな。そうですね、男前なんだよ。キャンプの時見に行った時、はい、阪神のいました、井上選手。いたいました。やっぱいいよ。うん、ただね、もっと振ってもいいなと思うんだけども、はい、あれ振らなくても入っちゃうから。そのくらいすごいパワーある選手なんですね。そうすごいんだよ、いい選手なんだよ。うん、うん、で豊さん言ってましたもんね、はい、あの井上選手絶対出てくるって。いや、出てくるんだよ。うん、うん、いや今年出てくるよ。出てくるでも、その出てくるところの同じポジションには、うん、森下選手も。いやー、だから森下はライトなんだな、はい、で井上がレフトなんだな。最初スタートとしたらそういう風にしていくと思うんだよ。まあ、今ノイジー選手がちょっと遅れてるので、遅れてるっていうことは、はい、開幕に間に合うか間に合わないか、うん、岡田監督の話を すれば、はい、開幕ダッシュなんかしなくていいと、うん、普通でいいと、うん、開幕ダッシュしてるチームっていうのはここ最近、うん、ほとんど途中でダメになってると。あ、まあ、確かにそうなんだよね、はい、まあ、コロナの影響もあって、うん、戦力ダウンして、まあ、そういう風になったケースもあるけどもね、はい、だけどまあ大体まあ長丁場だからさ、うん、そんなに最初からって言うなと、うん、ということはノイジー選手を完璧にするまで調整させると思う、うん、慌てて急仕上げで使おうとか、はい、そういうことは多分しないと思うよね、阪神の場合はね、はい、戦力がいるもん、で楽しみな選手が。そうですよね、うん、だからそういう意味では、まあ、森下がライト、はい、井上がレフト、うん、お2選手でこの左右固めると思うけどな。ただ近本は大変だと思うよ、真ん中に入ってそうですね、なんか言えばわけのわからない2人が隣にいるみたいな若いと、まあ、守ったことはあるだろうけども、はい、森下なんかはどんな特徴を持ってる選手なのかっていうのは多分打席に入ってわかんないと思うよ最初はね、はい、だからまあ守備コーチがこうやってやると思うけども、はい、ポジションとかを、うん、でも近本もこうやって横向きながらもうちょっとこっち来いとか、うん、大変だと思う、井上も。そうですよね、まあ、大変だと思うけども若手を育てるためにね、うん、まあ、近本はやると思う。両方右で同じようなタイプだよね。そうですよね。だからノイジーが出てくるとなったら、それはどうす、それまで良かった方が生き残るよ、はい、開幕から結果残してる方が。そうだな、どっちにしてもノイジーが調整あれですけど戻ってくることは確実ですもんね。いや、それ戻ってくる、あれだとしても、ね、やっぱせっかく取った外国人だから、はい、まあやっぱ使うよね、うん、でもそれまで抜群の成績だったらちょっと使いにくいけどね。そうなっちゃう、まだお前調子悪いだろみたいな、調整してた方がいいよってそうお前まだだろみたいな、ありますもん、ね、言わなきゃしょうがなくなっちゃう、ね、そうですよね。で今湯田さんおっしゃったように森下選手と井上選手ってタイプが似てるようでちょっと違うね。どこら辺でも成績とかそういうものは似てくるんじゃない、まあ、3割近いとか、うん、まあ、ホームラン20本から30本の間かなぐらいで打点、だから勝負強い方を岡田監督は使うと思う。打順もじゃあ似たような打順のところにはまってくるってことなんですか。まあ可能性はあるよね、まあ、似てるタイプだよね。そうなんですね、うん、ただ森下はドラフト1位で取ってる、はい、今年ね。そうですね、うん、だから若干甘めに見るよね。井上はお前何年飯食ってるんだ。4年目ですもん、ね、まあ、そうでしょ、うん、だからまあそこら辺での時間差はあっても、はい、もうスタートしてしまえばやっぱもう結果だよね、うん、そこですね、うん、で岡田監督はやっぱ甲子園ではやっぱ右バッターだっつってるから左じゃないです、ね、お互い右なんだよ。だからかぶりまくりかぶりまくりなんだよ守備もね、一応そうだし、可愛い系と男前系だから。可愛い
系が森下選手で森下愛嬌あるよ本当に可愛い子だ。そうなんですね。ただその井上選手はその MVP に驚いたと、森下選手が取るんじゃないかと思ってたからみたいな。まあ怪我もあったしね、途中合流だしね、うんうん、まあ井上は本当に頑張ってたと思うよ俺。ただもうちょっと守備の強化が必要だね。全力背負ってるとか、うん、なんかこうサビがないというかさ、歌で言えばいわゆるメリハリっていうか、メリハリというか、うんうん、常に全力なんだろうけど、はい、それ以上の必死さっていうのをなかなか感じない子なんだよね、はい、だからここら辺がやっぱ首脳陣がそれでもいいって言えばいいんだけども、うん、もうちょっとできるんじゃないかって欲を書いてしまうような感じに見えちゃうタイプなんだ、うん、あもったいないですね。そうもったいないんだよ。だからそう、ね、一生懸命やってるよ、一生懸命やってますって多分言うと思うんだよ、うん、いやだけど見た目が平坦なんだよね。あこれが全力なんだろうけど彼の、だからもうちょっとなんか必殺をツーベースをシングルに止めるとか、うん、なんかそういうことがあってもいいんじゃないかみたいな。そうですね、そのまたね、まあ、無難にやるタイプなんだね。あなんかこうね、危ない橋渡らないっていう、そう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 、うん、もうちょっとガツガツやったら素晴らしい選手になる可能性もあるね。いい選手がいますね、まあ、性格だからねそれはね。まあそうですね、まあ、いやでも一生懸命やってないとは言わない。そうですそうです、もちろん一生懸命やってる中で、はい、もうちょっと欲をかけてしまう、うん、森下はなんか一生懸命見えるんだけど、はい、もうちょっと動けるんじゃないのみたいなまだねそう要求するものはありますよね。そうそう、でもこの2人もね、うん、名前出してるけど、はい、前川っていうのがいる。前川右京選手、左のお前。そうですよ、これどうすんだっちゃう話だよ。代打でヒット打ったりとかして。おじゃあこれまたいい選手使いたいってなるとどうなるんですか。知らねえいやこれはね本当にね揃ってきたな選手が。そうですよね、外国人を取らなくてもよかったっていうぐらいになる。でもね、外国人のパワーはやっぱ負けちゃうんだよね日本人は、うん、やっぱね力がある外国人はね、うんうん、まあ、森下と井上の時に、まあ、20本から30本の間っては言ってたけど、はい、でも外国人だったら30本以上っていう風な期待感があるもんね、うんうん、ホームランでゲームが決まる試合もたくさんあるし、はい、でホームランによって流れが変わるっていうこともあるし、うん、球場の雰囲気が一掃されるみたいなさ、うん、そういうホームランもあるしさ、はい、ホームランの力っていうのは大きいしね、まあ、1本って大きいですよね。でもこれ阪神は強いと思うよ今年。ああ2人とものんびりしてるけどね、森下も井上も競争してるっていう感じではないけどね、なんか表面には出ないのかもしれないです ね、 そうだね、内面でっていう、うん、まあまああからさまに出してるとちょっとそれもどうかなと思うけどね、はい、思うけどスマートだよね、あそういう方が、うん、なんかそ昔なんかさ必死でグラブの紐切ったとかさそういう話を先輩から聞かされてるんだよ。そうお前グラブの紐しっかりしとけよみたいな。怖いわ。いやしっかりしとけよって言ったって切られたんじゃしょうがないじゃない。そうですよね、だからそれだけもう露骨になんか昔はね泥臭かった、なんかそうやって言われてたけど、はい、まあ、今はスマートだよ。ですよね。じゃあ、まあ、俺らの時もなかったよ。もちろんもちろん、もちろんそうですよね。じゃあこの2人が最後これから、まあ、オープン戦になっていった時に、はい、生き残るにはどっちか掴むには何が、もう結果だよ結果、うん、それ一つ、もう数字だよ。そうプロだから、うん、これはつなぎの選手だなっていうのもいるわけよ、はい、中には、うん、口には出せないけど、はい、片っぽは数字が出ないけどこいつはもう将来的に絶対レギュラー候補だよって思う選手がいるわけ、うん、森下と井上、はい、2人ともレギュラー候補だもん。そうなんです、そのぐらい器がでかいの、うん、で前川もそう、はい、もうどうすんだってもう本当岡田監督の試合は増えちゃうから、本当いい悩みだね、いい悩みだ本当に。だからいい競り合いをねしてほしいし、うん、はい、まあ、ノイジーが怪我をしてる、はい、まあ、調整が遅れてる、うん、まあ、その時がチャンスだから、まあ今ですよね、まあ、だから井上なんかは、うん、本当にそのチャンスをものにしつつあるから、うん、まあ、このまま頑張ってほしいし、はい、森下も後輩だし、うん、負けんなよって、そうですよ、うん、頑張れって、うん、ね、やっと多分名前も覚えてくれたと思うから、電話来ない、まだまだ来ない、来ないよこの子は、この子のタイプは来ない、多分ね周りも誰も知らないと思うよプロ野球選手だって。いやいや森下はプロ野球選手だよ、はい、他の日本ハムとかも対戦してたけども、はい、うん、この人は誰なんだってそういうタイプだからちょそういうタイプ
ね、クールだね。だから最近多いよね、あんまりテレビ見ない、プロ野球見ないみたいな。そうそう、 YouTube とかね。そうそうそう、情報だけはなんかちょっと入ってるけど、うん、顔と名前が一致しないとかまあそういうタイプだから、ある意味なんか肝が座ってるじゃなくてマイペースみたいな。あ、でも肝が座ってると思う、森下選手。で性格もいいしね。あ、でまあ井上も多分性格いいと思うし、うん、だからみんなに愛されてると思うしね。いいですね、両方ともね、うん、だから本当にあのいい勝負してほしいな。いそうですね、はい、それでね2人でね実力でその座を勝ち取ってほしいですね。そうだね、はい、はい。